リクシルの海外事業収益74億円減少。ああ、住宅需要の激減や物価高騰で苦しんでいるようだぜ。それに最近だと大規模オフィスを10分の1に縮小していたしな。あら、一体何があったのかしら？今日はそんなリクシルの内部事情について解説していくぜ。大変そうね。具体的に何が起きているのか気になるわ。詳しく話すからしっかりついてきてくれ。それじゃあゆっくりしていってね。株式会社リクシルは住宅設備及び建材製品の業界最大手だ。トイレ、キッチンなどの水回り製品や窓、ドアなどの建材製品を扱っている。水回りならお任せあれの会社だわ。東京都品川区に本社を置くリクシルだが、社名の由来は住、リビングと生活、ライフを合わせた造語なんだぜ。リクシルって造語なの？でも、こういう社名の由来って面白いわよね。リクシルの法人は現在で3代目だが、初代リクシルの設立は2010年4月1日、後にリクシルグループとなる住生活グループの会社として設立され、三洋電機元社長の井上俊正氏が初代社長に就任した。住生活グループがリクシルグループの前身ってことか。その後、住生活グループの業務運営を効率化するため、事業子会社の統合、再編が決定。2011年4月1日にトステムを存続会社として、イナックス、新日経、東洋エクステリア、初代リクシルの4社を吸収合併した。ほう、なるほど。そして、サンウェーブ工業の開発、管理部門を統合し、2代目リクシルが誕生。なお、製造子会社のサンウェーブ工業も、2015年4月1日に吸収合併した。吸収合併の果てに2代目リクシルが誕生したのね。これまで各社が展開していたトステム、イナックス、新日経、トエックス、サンウェーブは、商品ブランド名としてリクシルが引き続き使用している。現在の3代目リクシルはいつ設立されたの？2020年12月1日、2代目リクシルは、親会社のリクシルグループへ吸収合併された。事業会社となったリクシルグループが、3代目リクシルとなり、現在に至る。3代目になったことで、リクシルは新体制へ移行したのね。これからが楽しみだわ。そんな順調にはいかないんだ。実は2024年1月22日、リクシルが2023年の10月から12月期において、過去に行った子会社の売却関連で、48億円もの損失を計上したことが、明らかにされたんだ。ええー、48億円も？一体何が原因なのかしら？その原因と言われているのは、2020年9月に売却されたイタリアの建材子会社、ペルマスケリーザだ。ペルマスケリーザ？ペルマスケリーザは、ビルの外装に使われるカーテンウォールの世界的なメーカーだ。売却契約では、ペルマスケリーザのキャッシュフローが特定の条件を満たす場合、買い手から最大1億ユーロ、つまり当時のレートで145億円以上の資金が返還されるという、条項が設けられていたんだぜ。すごい額ね。しかし、その後の欧州経済の低迷の影響で、ペルマスケリーザの業績は悪化し、結局、返還される資金は想定を大きく下回ることになったんだ。それで、リクシルは損失を出してしまったってこと？実は、リクシルはペルマスケリーザを非継続事業として分類していて、この損失は継続事業の利益計算には影響しないんだぜ。え、そうなんだ。会社としては、この48億円の損失を含め、24年3月期の通期業績に与える全体的な影響を、現在詳細に精査中なんだ。他の要因も検討して、業績予想に大きな変更が必要となった場合には、迅速に市場に情報を提供するとしているんだぜ。非継続事業の影響を受けずに、安定した経営を続けることができるのかしら？残念ながら、海外事業は厳しくて、特に欧州での需要なんかが続いたために、前年同期比 6% 減、為替影響を除くと 13% の減収だったぜ。そして事業利益は前年同期から 46% 減の37億円の減少と、生産数量の減少による固定費負担の増加が響いたんだぜ。海外事業はうまくいってないのね。海外では、全地域で需要なんかの影響を受け、5.6% の減収。あらら。他の事業はどうだったのかしら？住宅建材事業は、断熱性の高いリフォーム向け、高性能窓の販売が好調で、事業利益は 167.5% 増の84億円だぜ。エネルギー価格の上昇や環境負荷への関心の高まりが後押ししたんだ。リフォームは好調なのね。瀬戸社長は、世界全体で、
住宅設備及び建材の需要が低調に推移し、特に海外需要は主要市場である欧州の需要減退の影響を受け、減収減益となった。と述べているぜ。なるほど。リクシルが同じ日に発表した23年4月から12月期の継続事業ベースの連結決算見通しによると、売上高は前年同期比でほぼ横ばいの1兆1230億円。営業利益は 7% 増の259億円を見込んでいるんだ。好調ね。つまり、非継続事業の損失があっても、リクシルの継続事業自体は、比較的健全な業績を維持しているということだな。いい調子でよかったわ。実は、今回の赤字の背景には2018年10月に起きた、リクシル内の上大騒動が関わっているんだ。その騒動には、単なるトップの座をめぐる争い以上のもっと深い理由と、巨額の赤字があったんだぜ。深い理由？何何？気になるわ。2018年10月31日、リクシルグループは、瀬戸金也社長兼 CEO の退任と、牛尾田洋一郎取締役の会長兼 CEO 復帰を突如発表した。外部から招いたプロ経営者の瀬戸氏を、創業家出身の牛尾田氏が追い出したような形だ。この二人が対立騒動の主役か、映画ならダブル主演でいけそうね。2019年4月18日、リクシルグループは緊急記者会見を開き、2019年3月期が、530億円の赤字になる見通しだと発表した。530億？何が原因だったの？ベルマスケリーザだ。2011年にリクシルグループは、イタリアの建材子会社ベルマスケリーザを、約600億円で買収。だが、その後業績は低迷し、ベルマスケリーザで減損損失を計上。その結果、2016年3月期以来3期ぶりの赤字になったんだ。なるほど、そういうことだったのか。ベルマスケリーザって、いかにもイタリアっぽい響きの会社だわ。リクシルグループは、直近で15億円の当期黒字見通しだったが、545億円の下方修正。2019年4月18日の会見では、牛尾田氏は5月20日付で取締役を退任し、6月の定時株主総会で CEO も辞めると語ったんだ。牛尾田さんはなぜ取締役を退任したの？牛尾田氏からすると、530億円の大赤字の原因は、瀬戸氏にあると言いたかったのさ。瀬戸さんを CEO に任命したのは、当時の指名委員会のメンバーで、取締役会議長だった私の責任。だから私は取締役を辞めるのです。私は38年間取締役をやってきましたが、瀬戸さんの任命は最大の失敗でした。瀬戸さんに対して言いたい放題じゃん。だが、そもそもペルマスケリーザの買収を決めたのは牛尾田氏なんだよ。え、そうなんだ。牛尾田氏は、瀬戸氏の経営に問題があったとして、次のように非難した。瀬戸さんの3年間の経営が、宝石のようだったペルマを石ころにした。経営がおかしくなっているのなら、せめて取締役会で報告してほしかったが、それすらもなかった。自分が買収を決めた会社を台無しにした。牛尾田さんからするとそういう考えなのね。また、牛尾田氏は次のようにも語っている。瀬戸さんは定時株主総会に株主提案し、CEO への復帰を目指しているようですが、赤字の責任をどう思っているんですかねえ。いぶかしく感じます。どう思っているんですかねえって、なんか挑発してない？ムキー、私だって望むところよ。待て待て、霊夢が挑発されたわけじゃないだろ。あら、私ったらつい熱くなっちゃったわ。牛尾田氏はペルマスケリーザを宝石に例えたが、当時のペルマスケリーザは、デジタル技術の革新で優位性が失われていた。2011年にリクシルグループが買収した時点で、すでに宝石としての輝きはなかったのさ。え、じゃあ最初から石ころだったの？石ころっていう言い方はどうかと思うが、買収時点で宝石ではなかったのは確かだ。その後、ペルマスケリーザの業績は低迷。530億円の赤字につながったというわけさ。にもかかわらず、すべての責任は瀬戸さんにあると牛尾田さんは言ってのけたのね。一方の瀬戸氏はというと、CEO に就任したのは2016年6月の株主総会後。実は、その翌月の取締役会で瀬戸氏は、ペルマスケリーザに、どれほどの損失が発生するのか、具体的な数字を盛り込んだ資料を提出していた。瀬戸さんは CEO に就任してすぐに、ペルマスケリーザのリスクについて報告していたのか。取締役会の議事録を確認すれば、瀬戸氏がその後も報告を続けていたことは明らか。せめて取締役会で報告してほしかった、牛尾田氏はそう発言したが、瀬戸氏からすると、その発言は容認できるものではなかったんだ。
確かに、瀬戸さんからすると、あなた何言ってるのって感じだわ。牛尾田氏からすると、ベルマスケリーがおめちゃくちゃにしたのは瀬戸氏だという考え。一方の瀬戸氏からすると、輝きを失ったベルマスケリーがを、私は引き受けさせられたんだという考えだ。二人の意見は真っ向から対立した。こんなに話が噛み合わないことってあるのね。まさに水と油の関係。創業家出身の牛尾田氏が、プロ経営者の瀬戸氏に無理強いをしている。これが当時のメディアの論調だった。瀬戸さんに対して牛尾田さんは言いたい放題だし、何より、ベルマスケリーがお宝石かどうか見抜けなかった時点でお察しだわ。そもそも瀬戸氏は、リクシルからの誘いを一度断っているんだよな。え、どうして？桃太郎の事業があったからさ。桃太郎か。確かに、鬼退治は大仕事だもんね。リクシルからの誘いを断るのもしょうがない。いや、桃太郎じゃなくて桃太郎。一文字違いだけど大胆に間違えたな。桃太郎は、事業者向け間接資材の通信販売会社だ。あら、私ったらうっかりさんだわ。大学入学の頃から瀬戸氏と40年以上の付き合いがある岸田正宏氏は、リクシルから誘いを受けた瀬戸氏に対してこう言い放った。リクシルは経営陣に創業家が残っているから、よそから来た社長が成功したら疎まれる。うまくいかないことがあれば君のせいにされる。ろくなことはないからやめておけ。瀬戸さんのためを思って忠告したのね。親友からの忠告に対して、瀬戸氏は次のように返答。それはそうかもしれないが、リクシルは売上1兆数千億円の会社だ。モノタロウはまだ250億円くらい。1兆円超えの会社を、自分で経営するチャンスは簡単には来ない。だから、リスクがあってもやる。リスクを承知でチャンスをつかみ取ったわけか。瀬戸さんにとって売上1兆円超えのリクシルは、それほど魅力的に見えたのね。2016年6月に瀬戸氏は、リクシルグループの社長に就任。ところが、就任から1年後、不適切発言で話題になってしまった。不適切発言？2017年2月15日、山本浩一環境省と環境省にて意見交換をした際、体格の大きさについて指摘された瀬戸氏は、放射能の影響で大きくなりましたと、発言してしまったんだ。え、さすがにその一言はまずい。184センチでがっちりした体格から瀬戸氏は、初対面の人に体格の大きさについて触れられることが多いそうだ。確かに、184センチって大柄だもんね。小栗旬さん、斉藤匠さん、沢村一樹さん、渡辺謙さんも184センチだし、なんで俳優さんの身長に詳しいんだよ。その後、不適切発言について瀬戸氏は謝罪した。スポーツをしていた頃に比べて体重が増えたことへの言い訳だった。不適切な発言だった。言い訳や冗談にしては笑えないわね。そして、2018年に瀬戸氏は、創業家出身の牛尾田氏と激しく対立。かつて親友である岸田氏が忠告した通りの結末になった。あの時忠告を聞き入れていれば、思わずそう考えてしまうわ。指名委員会が不満だというのなら、私は辞めるしかない。瀬戸氏はそう納得していたが、実は、指名委員会は、瀬戸氏を解任させるつもりなどなかったんだ。え、どういうこと？指名委員会が君は CEO に適当ではないと言っている。牛尾田氏は瀬戸氏に対してそう言った。その一方で、牛尾田氏は他の人たちに対しては、瀬戸さんが CEO を辞めると言ってきたので、それを認めましたと言っていたんだ。発言を使い分けていたの？そう。その後、2019年6月の株主総会にて、瀬戸氏らの株主提案が会社提案に勝利。瀬戸氏は多くの人の後押しを受けて、リクシルグループの CEO に復帰したんだ。お、無事に復帰したのね。リクシル社内でも瀬戸氏を支持する声があり、幹部社員の15人中11人が欠板状を出し、瀬戸さんを CEO に戻してくれと言った。瀬戸さんのどういうところが周りの人を動かしたのかしら？それについて親友の岸田氏はこう語っている。彼には会社を変え、社会を変えようという思いがあった。そういう誠実さが周りから信頼されていたんだ。自分の利益ではなく、会社や社会のため。そんな人だからこそ周りも手を差し伸べたのね。瀬戸さんと対立した牛尾田さんについても詳しく知りたいわ。牛尾田氏は創業家出身だが、リクシル株の約 3% しか保有していないにもかかわらず、会社のオーナーかのごとく振る舞っていた。それが合理的な経営判断を妨げているとして、機関投資家や上級執行役員は、牛尾田氏に対する反発を強めていたんだ。牛尾田氏の狙いはどこにあったの？牛尾田氏が行おうとしていたのが、シンガポールへの本社移転。まさかのシンガポール移転？
三菱商事の金属資源トレーディング部門、パナソニックの冷蔵庫部品事業、日本郵船の定期コンテナ船事業など、事業会社や一部の部門を含めた本社機能を、シンガポールに移転している日本企業は結構多いんだよ。そうなんだ。シンガポールってマーライオンや、マリーナベイサンズが有名だけど、他にどういう点が魅力なのかしら？シンガポールはオフィス代などが高い反面、政治リスクが低く、投資の資金調達も活発。だが、それ以上に魅力的なのが税制の優遇だ。税制の優遇？シンガポールはタックスヘイブンなので、課税が著しく軽減、もしくは完全に免除される。シンガポールの法人税率は 17%。世界で最も低い税率国の一つと言われているんだ。シンガポールってそんなに税率が低いのか。日本の住民税は区市町村民税が 6%、道府県民税、都民税が 4% で、合わせて 10%。一方、シンガポールは住民税が0。最高税率は日本が 45% に対して、シンガポールは 22% となっている。つまり、シンガポール移住は、日本の経営者にとっても大きなメリットなのね。そういうことだ。だが、税制の優遇を受けるには、シンガポールで経営や管理をする必要がある。本社が日本で支店がシンガポールの場合だと、税制の優遇が受けられない場合もあるからだ。なるほど。だから牛尾田さんはリクシルの本社をシンガポールに移転したいのか。シンガポールへの本社移転について、リクシルの幹部や金融機関の担当者らは、知っていたが、建前上は秘密にしていた。日本嫌いの牛尾田氏はシンガポールに移住しており、本社移転は自らの相続税対策のためだろうと、周囲の人たちは見ていたんだ。でも、シンガポールへの本社移転、そううまくいくのかしら？リクシルは売上高の約7割を国内に依存している企業だ。牛尾田氏が思い描く本社移転は合理性に欠け、国内の取引先からの反発も避けられないだろう。売上高の7割が国内なのか。それでも、牛尾田氏は本気だったようだぜ。2018年8月、牛尾田氏は取締役メンバーと、シンガポール証券取引所などを訪問。関係者の一人は次のように語っている。取締役と CEO から退いても、牛尾田さんは諦めないだろう。買収資金を出すファンドはいくらでもいる。賞賛ありって感じだったのね。そんな日本嫌いの牛尾田氏は、ペルマスケリーザをはじめ、これまで数多くの M&A を率先して行ってきた。ある関係者は牛尾田氏についてこう語っている。まるで砂糖に群がるアリがごとく、内外の投資銀行が手数料目当てで、牛尾田会長に様々な案件を持ち込んでいた。言うがごとくならぬアリがごとくか。砂糖に群がるだなんて、良い例えじゃないわ。確かに、良い例えではないな。また、リクシルの幹部はこう語っている。とにかく買収することが目的になっていた。買収後に悪いニュースが出ても、社内で積極的に共有されることはなく、放漫経営を許してきた。ペルマスケリーザの巨額損失もその結果起きてしまったのね。まさに身から出た詐欺だな。その後、リクシルグループの執行役員ら10人は、牛尾田氏のガバナンス体制に疑義を唱える文書を、役員人事案を決める指名委員会に送った。執行役員らの主張はこうだ。牛尾田氏のビジョンは、従業員、株主、すべての利害関係者にとって有害なものに思える。あらら、とうとう部下に有害とまで言われたのか。2019年6月25日、牛尾田氏はリクシルグループの代表執行役会長兼 CEO を退任した。周囲から信頼されていた瀬戸さんと、周囲から見放された牛尾田さん。これまた随分対照的な結末になったわね。騒動から約4年が経過し、リクシルのガバナンスに対する評価は、徐々に高まりつつあるんだ。そうなのね。リクシルはこの危機をどのように克服したのかしら？辞任事件をきっかけに、リクシルは企業統治と経営の透明性向上に、本腰を入れることになったんだ。社外取締役の比率を増やし、株主との対話を積極的に行うことで、ガバナンスを強化したぜ。コミュニケーションを強化したのね。また、新たな経営陣の下で、多様なバックグラウンドを持つ人材を積極的に登用し、経営陣内の多様性と専門知識の強化に努めたんだ。それは心強いわ。これらの取り組みを通じて、市場と社員からの信頼を段階的に回復し、成長への基盤を固めていったぜ。今では、リクシルは一連の危機を乗り越え、より強固な企業へと進化していると言える。素晴らしいわ。この変革の背後には、瀬戸氏の、リーダーシップとある重要な戦略があるんだ。一体どんな戦略なのかしら？
瀬戸市の復帰後、リクシルは最新技術の積極的な導入を推進しているんだ。スマートホーム技術や環境に配慮した建材の開発に力を入れていて、これには顧客のライフスタイルがデジタル化と環境意識の高まりに伴って、変化していることに対応する狙いがあるぜ。それで顧客ニーズにどう対応しているの？住宅市場の顧客ニーズが多様化していることに合わせて、カスタマイズ可能な住宅提供に注力しているんだ。特に環境に配慮した住宅やリモートワークに適した住宅設計に焦点を当てているぜ。おお、素敵ね。瀬戸市は海外戦略を再度推進していて、アジア太平洋地域や中東、さらには欧州市場への積極的な進出を模索しているんだ。内需の縮小を補完し、収益の多様化を図るのが目標だな。賢い戦略。さらに財務状態の改善のために、非効率な資産の処分なども進めているんだ。新たな投資への資金を確保し、リスク管理を強化することで、経営の安定化を図っているぜ。ちゃんと学んでるのね。リクシルは経済的挑戦とお家騒動を経て、経営トップの辞任という大きな変革を迎えたんだ。それにしても、瀬戸市と潮田市の間の対立やその後の解決はリクシルにとって、大きな転換点になったわね。確かにな。瀬戸市の復帰と新技術への注力、さらには海外市場への進出など、今後の方向性は明るい未来を示しているぜ。今後にも注目だわ。みんなはリクシルの損失形状についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。